バスそのものがまあ初めてだったのは学生のスクールバスから始めたので、そのやっぱバスの大きさっていうのに、えー、こ,うこわごわ <laughs> 運転をしていた覚えがありますね。やっぱり大きい車が好きっていうのがまあ常にありまして、まああの実を言うと車だけじゃなくて人もお犬も <laughs>。 乗り物すべてっていうかまあが大きいのがあ好きだったんですね。車というところの中で一番大きいっていうところで、まあ、バスっていうのが一番憧れのとこだったかもしれません。バスの運転は楽しいですね。楽しかった。やはり操るって言っとるご言ありますけれどもの難しさをこう一つずつモノにしていく喜びとまあ大きさ。 というものが常にこう乗れている、触れているっていうところに喜びは感じていましたね。え当時社長になるとか経営者になるっていうことは全く考えてはなかったですね。私はこの会社にお世話になったとき、まだこの会社も出来たてほやほやでありましたから、15年先、20年先に。えー 自分がどの位置にいるかそしてこの会社がどのぐらいの成長をしているかということをするためにですね我々は一然になろうということを一生懸命こう伝えてたという記憶があります我々が一生懸命この会社を盛り上げていくんだそれは社長一人がやるのではなく我々が従業員がみんなで盛り上げていくんだその時の結果として15年後20年後に 自分たちがどの立場でこの会社の存在価値になっているかっていうことをするたびに今気持ち的に必然になっていこうということをよく発信していた記憶がありますそしてまあその前任者が会社は永遠である企業は永遠であるということをこう訴えていてこれは自分が受け継いでいくべきなのか っていうような気持ちが芽生えていきましたね。社長をしていく使命感っていうのは、えー、非常に重い、えー、責務だというふうに実感はしております。えー、やはりたくたくさんの命をまあ預かる、そしてその一名一名の家族がいる、えー、そういった方たちのお安全を守っていくっていうこれは。えー 実はドライバーが一番その要ではあるんですが我々はそれをどう伝えていってこの安全を守って命を守っていくかということをこう考えていくまた実行していくということへの責任感といいますか責務をすごく感じながらですね日々無事であったことに感謝ができるようになってきました。 弊社はもともとは観光総裁の方を送迎するバスというところから始まった会社ではあるんですが2005年の万博愛知万博ですねこのきっかけに観光事業に乗り出そうということで観光バスの仕事も今はやらせていただいておりますが観光総裁と旅行の 比率はですね、六対四もしくは七対三で観光バスの方がやや増えてきたという状態にはなっております。弊社の強みとしてはやはりおもてなしをするということが一番ではないかなと感じております。ただただ運転をして人を運ぶという乗り物ではなくて、やはり楽しんでいただけるおもてなし これがやはり普通の観光の行かれる方でおいても楽しいバスだと心地いいバスだっていうふうに認識いただいてきてるんではないか人の足になるまた観光地へいざっていくただただ人を運ぶだけではなくてやっぱり夢をまた真心を込めて おもてなしをしていくっていうことが一番楽しい旅行や輸送になっていくんじゃないのかなというふうに思っていますバスの中の今後の事業としては観光事業というのはもうこれは切っても切れない事業だとは思っておりますそしてこれが AI 化されて自動運転されたときにやはり皆さんは 自家用車でマイカーで観光地へ向かうことが容易にできるような時代になってくる我々はそれをどうサポートしていくかっていう時にやはり団体であるまた飲酒お酒をたしなまれるそういった時にやっぱり我々っていうバスが必要じゃないかなというふうに思います。そして輸送力 という意味では乗用車の日ではない人数を輸送できるわけですから緊急災害であるとかそういった時に鉄道が止まってしまったそういった時の代替としても大量輸送そういったものに対してもやっぱりバスというのは今後 AI 化されても必要ではないかというふうには思っております。 今後のお客様に対しての会社づくりとしてはやはり月並みではありますけれども安心であり安全であるっていうことが一番前提であってこのバスならばこの会社ならばこのドライバーならという一つの安心ですねこれをもうしっかりと持っていただけるような会社づくりっていうものをしていきたい。結果ではなくてもう最初から もう愛知バスに頼んだら安心っていうようなそういう会社になっていきたいというふうに心がけております。社員にとって我々の会社がどうこれから移っていくかっていうことにおいては、やはりまず社員が健康であること、これを一番に目指していく。社員が健康でなければまず安全は守れないというのが私の定義でありまして、その安全を守るため。 自分の命を守るために健康診断というものをしっかりとやっていくそして今後会社としてはいろんな事業に行きましてやがてはホールディングス化を目指していくということも視野には入っております今は観光バス事業送迎バス事業そして旅行会社旅行事業というものとの三本の矢でやっておりますがいくつもの 事業をしながらあの愛知パスというものを支えていきたいというふうに思っております今年一番のトピックスそれは今年で20周年を迎えることができたことです新しい方たちにはこの会社が永遠にあるように続いていけれるように皆さんでやっていきたいなとそして親子2代3代 でえー、同じ会社に勤めるっていうことが私の本当に夢ですね。